こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ビッグアルビリオン好スタート、綺麗なスタートを切りました。イエロードライバー前に行きそうです。イエロードライバー競りかけていきました。その外からビッグアルビリオン、その隣に進行ウィンリー、その外から輝きローマ、その外にゴールドヘッド、その隣にプリティスルー、内からはジャックラセーヌ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。カワチシュール早くも先頭、2番手は進行ウィンリー、輝きローマ3番手。さあ、カワチシュール逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カワチシュール先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m。 カワチシュール先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気に輝きローマン、輝きローマン、輝きローマン1着、2着にはどうやらカワチシュール、見事に中央の強豪を退けました。輝きローマン、この馬は強い。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。待機シャーロック、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。バイオスウォード前に行きそうです。光ルーファス、それに続いています。さらには待機シャーロック、5番アルアーバン、その後ろ京都シティ後方から、では前の方から先手を取ったのは光ルーファス、オレンジの帽子待機シャーロック、その後ろ、その隣にアルアーバン、その外にブライアンズロマン。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から、先手を取ったのはバイオスウォード、その隣にアルアーバン、橋の太夫、そのうちに続いています。その外に待機シャーロック、エンゼルマインド、そのうちに続いています。その外に光ルーファス、少し開いてフラワーグローブ、その隣にマルカ一休、その横にサプライズパワー、黄色の帽子成田リターン、その後ろしんがりから京都シチー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、5番アルアーバン、一気に先頭に立ちました。さあ先頭は依然として5番アルアーバン、アルアーバン後続を引き離します。2番手はバイオスウォード、ウィングアロー、これはかなり後ろからの競馬です。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアルアーバン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。アルアーバン先頭、差はほとんどない。2番手は光ルーファス、あと 200m、 先頭は光ルーファス、残り 100m、 光ルーファス先頭、待機シャーロック追いすがります。光ルーファス、光ルーファス1着、2着にはどうやら待機シャーロック、見事に中央の強豪を退けました。光ルーファス、この馬は強い。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は待機シャトル、待機シャトル先頭、2番手は進行フォレスト、残り 200m、 待機シャトル先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。待機シャトル今ゴールイン、
段違いの強さです。待機シャトル1着2着は大隅タイクーン、これが G1 馬だ。待機シャトル。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠のマウンテンストーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。サイレントハンター前に行きそうです。サイレンス鈴鹿これに続きます。これに続いて石のサンデー、オフサイドトラップそのうちに続いています。その後ろにサンデーブランチ、その外からマウンテンストーン、その後ろにゴーイング鈴鹿、さらにはメジロロッチ、ダイワカーリア、それに続きます。ロードアックスすぐ後ろ、その後ろに東海太郎、その後ろからはフリート星冠、その隣にメジロシリウス、西野フェロー、それに続きます。これに続くのがウィンドフィールズ、少し開いて宮城ロドリゴ、そして大きく離れてバンドリ勝利、この位置です。 1000m を通過、これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。この辺りで先頭が変わりました。サイレンス鈴鹿、サイレントハンター、ほとんど差がありません。石のサンデー3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。サイレンス鈴鹿先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はオフサイドトラップ、オフサイドトラップ必死に追います。この差は果たして縮まるか。やはりサイレンス鈴鹿先頭だ。残り 100m、 これは強い。2番手はオフサイドトラップ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。サイレンス鈴鹿1着2着はオフサイドトラップ、これが世界を制した実力だ。サイレンス鈴鹿